ナンバープレート韓国のナンバープレート2006年以降のナンバープレート韓国のナンバープレートでは大韓民国内での自動車用ナンバープレートについて説明する。日本からの独立以後1970年代以前は横幅は現在の日本のプレートを模倣し上下はそれより狭いサイズで重央比は推定で1、3程度だった。表記法は 正面左側に、ハングルの縦書きで地名が縦2文字で表記され、その右下側に、車縮文を示す、ハングル1文字、さらにその右に数字4桁の分類記号が表記、されていた。色は、自家用車用プレートが、緑地に白文字を使用していた。1973年から2004年までの、ナンバープレートは、日本と同様に、ハングル表記の登録地。 車種記号2桁、用途記号1時、一連番号4桁で、サイズも普通車用が、縦 170mm 横 336mm、中央比も1、2と、極めて日本とよく似ていた。色は、自家用は緑、事業用は木となっている。2006年11月より新規格のナンバープレートが導入され、現在の形状は、 欧州連合のナンバープレートと同サイズの横長白地に黒文字のものである。増え続ける自動車登録台数に対処するため、現行の車種記号2桁を3桁に用途記号のハングル1字についても自動車ナンバー自動読み取り装置の識別に問題ないパッチムを追加する案が検討されている。また、一部の国で導入されている。 希望番号制度の導入も検討されている。国土交通部は番号を6桁から7桁に増やした新ナンバープレートを2019年9月1日に導入予定。ただし、同時に導入が予定されていた左に EU のナンバープレートと同様の青帯に対局模様と韓国の英語略称コルの文字、偽造防止のホログラムを追加したナンバープレートは 技術的問題から2020年7月に延期された。2006年11月1日から、普通自動車用のサイズを EU と同様の縦 110mm 横 520mm、縦横比1、5の横長とし、自家用車の色を、従来の緑から白に変更し、文字配列も上下2列から1列に変更し、視認性が改善された。また、 タクシーなどの事業用プレートは左端に、かつてのようにハングルでの地名が縦に表記されている。電気自動車、水素燃料電池自動車については、2017年6月9日、登録分から水色の専用プレートが装着される。対象は、一般車両とレンタカーのみであり、事業用車両や、ハイブリッドカーは対象外である。 専用プレートには光を反射する素材が導入された。蒸気に該当する既存の電気自動車、水素燃料電池自動車ユーザーも申請すれば、専用プレートに交換できる。基本的に、盤面のサイズと取り付け、ネジ穴の位置に極端な違いがあり、新サイズは旧サイズを前提として、設計、製造された車種には装着不可能である。 そのため、新旧どちらのサイズのナンバーを前後どちらに使用するかは、車種、製造時期により大きく異なっている。例えば、ヒュンダイ・グレンジャー XG やダイナスティの場合、フロントに新型プレートを取り付ける対策を施している一方でリアは、旧サイズのプレートを装着している。例えば、ヒュンダイ・ソナタの場合、旧サイズを使用する個体と、 新サイズを使用する個体が混在している。そもそも NF ソナタは、車両生産時期が、ナンバー変更時期をまたいでいる車種であり、マイナーチェンジ等で、新ナンバー対応が図られた可能性がある。一方で、下のヒュンダイリベロでは、前後とも、旧サイズのプレートが取り付けられている。ハングル字母順で表記。ナンバープレートへの地域名表示は、2004年1月を、 持って廃止された。1973年から1996年。この様式のプレート1996年から2004年。この様式のプレート200年200年2004年から2006年2004年から、ハングルによる登録地表記を省略した新しいナンバーが登場した。この改定は自家用車のみ対象であり、事業用車については変更されなかった。変更された。 車種記号は次の通り。2004年1月に改正されたものは視認性やデザイン面での不満の声が強く、2006年の再改正につながった。なお、車種記号は現在の様式にそのまま引き継がれている。この様式のプレート。ありがとうございます。